さんこんばんは、加藤コック TV です。本日もご視聴いただきありがとうございます。レッスンプロの加藤です。はい、今日やる内容はですね、ドライバー、ドライバーでプッシュ、ね、右にポーンと抜けちゃうやつです。これを直したい、消したい。で、このね、内容をやるときに非常に大事になってくるのがクラブの握り方と、あと右腕の使い方、左腕の使い方という部分なんですよ。最近ね、これは俺のすごい悩み、すごいね、もう今俺の周りに左手で振って右手は使わなくてっていうね、声が多いです。ね、いや、いいよ、左利きの人が左手を使ってって、それは力強い腕だからね、左利きの人にとっては。でも右利きの方が右腕を使わない、自分の力出る腕使わないって、何がしたいの、まあ、飛ばなくていいんですよね、でも飛ばしたいんですよ。右プッシュの話はちょっと飛ばしたいとかって言っちゃったけど、でも本当にね、イラ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 してしょうがないから、ちょっと今日はそういった内容のテーマでやっていこうと思います。さあ、ではね、今日も頑張ってやっていきましょうか。お願いいたします。早速やっていくんですけども、ボールが右に出てしまうってことは、インパクトの瞬間、こんな感じかな、右手のひらを前に押しすぎてベースが右向いてる状態だと思うんですよ。で、これってじゃどういう動きなんだろうねっていう話をすると、多くのアマチュアの方、バックスイングするときにこうやって右手をこうやって動かすはずなんですよ。こうやって動かすことでグーって後ろに上げていくよっていう動作をしていると思うんですよ。で、こう動かすことによって、動かしたんであれば当然ですけど、戻してくるか、この続きの動きっていうのを作ってあげなきゃいけないんですよ。で、こうやって動かしたから戻すよっていうと、みんなこうやってやるんだけど、手のひら上向けるんだけど、これやるとベースが上向くから飛ばないんだよね、球がね。じゃあどうするのかって言ったら、ここからポイントになってくるのが、ダウンスイングからインパクトにかけて手の甲が自分の顔の方を向くように使ってくるんですよ。こうやって使ってくるんです。こうやって使うとクラブはこうやって前に出てきますよね。これヘッドが走るっていう動きです。で、フェース面も落としていきます。スクエアに動いていくんですよ。で、こうすることによって結果としてはボールっていうのはまっすぐ近い感じで飛んでくる。で、まあ、この動きが強くなればなるほどフェースっていうのが落としてくるから左に飛びやすい。まあ、この部分に関しては方向性の話、またちょっと左腕の動きっていうところで話していくんだけども、まず右プッシュっていうものはこの右手のこういった動きで治ってきます。はい、でここで一回右手のね、この動きどういう球になるのか見ていこうと思います。画面を変える。はい、画面変わりました。じゃあこういう動きとこういう動き、どういう球が出るのか見ておいてくださいね。まずはプッシュする動き、右にスポーンときましてね、こういう動き、これって結果としてつながっていくのは肘が引けちゃうってやつです。今度は手の甲が顔の方を向いてくる。このこういう動き、この動きをやることで肘引けなくなりますね。はい、これが簡単に言っちゃえば右腕の動きなんですよ。インパクトからフォローにかけてのクラブの動かし方になってきます。ただ注意してほしいのは、この右手のこの動きが強くなればなるほど引っ掛けるんですよね。要はペースが
左に向きやすくなってしまう、向きすぎてしまう。そうすると皆さん困ったことにまたこういう動きをしだしますね。イタチごっこです。困ります。それを直すのは右腕の仕事ではなくて今度左腕の仕事になってきます。まあ左腕でクラブをどのように動かしていくのかと、ね、お話になってきます。さあまた画面を変えようかな。さあここでまあ左腕の動きなんですが、どうでしょうね、皆さんに左手一本でクラブ振ってくださいよって言ったら絶対にやるのがこういう動き。まあ確かにね、左腕でクラブ振ってますわ。左腕でクラブ振ってます。でもこれ届かないです。届かせようと思ったら曲げるしかないです、ね、要はまあこれこの動きだけだと体の動きと連動しないからっていうのが非常に大きい理由としてあるんですけど、この動きで体連動させようねって考えたら肘曲げていくしかないんですよね、はい、ここから振っていくよ。クラブを上に持ち上げていくような動作、自分の左肩に向けてクラブを振り抜いてあげるような動きっていうのをしてあげることが非常に大事なんです。で、この意識、左腕のこういう動きですよね。こういった動きを意識として持つと、右腕でこう使っていった動きをクラブを上に上げるという動作に変えていくので、フェース面が下向いてます。これ引っ掛けますよね。でもここから上に上げようとすると、こういう向きはこういう向きなんです。でフェースがインパクトの瞬間まっすぐになるから比較的まっすぐ飛びやすい状態っていうのができてくるんですよ、ね、一回やってみましょうか。1本だけでやるのつれんだよな今。なので両手でやります。左肩に向けてこんな感じ、ね、また向きを変えましょう。ここから左肩にクラブを担いでいく。非常に肘が固まってね、こう後ろから見たときにこんな感じにはなってなかったんじゃないかな、体の幅から腕が動いてたんじゃないかと思います。で、まあ、今これゆっくりやったからそれはできるよねってみんな思うと思う。じゃあちょっとスピード出してやってみましょうか。まあ、スピード出しても関係ないんですよ。肩に向かって方にはインターロッキング、オーバーラッピング、テンフィンガーの3種類ありますよね。で、まあ、これね、過去動画を見てもらってるといいんですけど、まあ、テンフィンガーっていうのが一番こうやってクラブを動かしやすくて力が出る、右腕の力が使いやすい、一番飛ばせる握り。で、オーバーラッピングっていうのがその右手を少し制御して、まあ、フェースの返しを抑えたような。インターロッキングっていうのがインターロッキングです。右手の小指を掴んでます。で、人間っていうのは小指が一番力入る指なんですよ。一番握れる指を握れないようにしてる、要は右手の力が一番入らない握り方、ね、なので非常にこれはもう力強い人、筋肉質な人が合う握り方、はい。今この部分までの説明で、あ、右手ってこうやって動かした方がまっすぐ飛ぶんだよねっていうのは伝わったと思うんですよ。その中で右手の使い方が悪くなっちゃう握り方、インターロッキング、別にいいんですよ。これが悪いとは言わないです。
でもこれにやってしまうことによって右手使いづらいんだよね、右プッシュしちゃうんだよね、だからなんか変なごまかし方しようかな、突っ込んでみようとかさ体を止めてこうやって打ってみようとかさ、テイクバックでこうやってやってみようかとかさ、っていうのは、まあ、安定しないし良くないよね。それであればちょっとこの動き方ができるような握り方で練習してみればいいじゃん、ね、これで練習して動かし方を練習してね、覚えて、まあ、一番いいのは片手一本打ちだと思う、右手一本打ち、こういうのやって練習して振れるようになったねって感じで覚えていってくれると一番いい、ね、そうすると右プッシュももちろんなくなる、ね、だって右プッシュってこうやって手の手を押してるからベース右向くんでしょ、で押すのは反対は引くだ、これだよね、引くって引くんだよ、まあ、引いてないけどヘッド前に出してるだけだから引いてないんだけど、こういう動かし方をしてあげると比較的にボールっていうのは右にポーンって決めていかない、方向性良くなる、ね、結果ドライバーっていうのは安定してきますので、ぜひ右プッシュで悩んでる方や、どういう風に動かしていいんだろうね、どうしたらいいんだろうねっていうのが分からない方はこういった意識を持ってやってください、まあ、右手の動き左手の動き、ね、非常に分かると思いますので、ね、ぜひ、こういうのをやっていただければありがたいなと思います。はい、ということで本日の動画は以上となります。ちょっと久しぶりに長い動画になっちゃいました ね、だいぶシーズン2心も落ち着き、多分体も徐々に落ち着き、非常に、ね、今まで以上にパワーアップした内容でいけるんじゃないかと思っておりますので、まあ、今後も応援よろしくお願いいたします。はい、ということでこの内容いいなと思った方はチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。